システムがよくわかんないわけですけれども。バッツがいるぞ、バッツが。結局、こうなってしまうのだな、ジュリアス。クラディウス、クラディ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 。これは女王陛下のご意志なんだ。それに、従うのが我々の務め。そうではないのか？長いね。光の守護聖ジュリアス。闇の守護聖クラビス。クラビス様、この時期女王戦士、これどっち？男女どっち？これ。クラビス様、この時期女王戦士には、女王戦士には一体何があるのです？女王陛下のご意志もと、ご意志とはいえ。聞くな、リュミエール。どっちだ、男か女、あ、どっちだ。クラビス様。水の守護聖、リュミエール。なんか、クラビス様とかそういう、トロンとした面のところを見ると女の子っぽいですけど。どうなんでしょうね。まあ、女の子とは限らない。これは男か？バッツがいる。これ横の、横向きのグラフィックはすごくバッツに見えるわけですけれども、FF5 の。女王試験か。面白いことになりそうだぜ。ただお嬢ちゃん方は、この炎のオスカーにはお子様すぎるかな。炎の守護聖オスカー。長いんですけど、あと5人これやんの？あ、女の子っぽい。お土産かわいいね。うん。ねえ、ランディ。みんな何難しい話をしてるの？僕、よくわかんないよ。僕っ子が？もしか男が？ちょ、これ、青キャラなんでしょうか？ゆとりなんでしょうか、それと。実は俺もよくわからないんだ。なんだ？この、髪ボサボサ、癖毛でしょうか？僕と同じ癖毛でしょうか、これ。すごい、あれですね。自由、フリーダムな髪の毛なんですけど。癖毛だよね。この、左の、この耳の上とかのあたりとか、俺と似てるって。まあ、俺やマンセルにはあまり関係ないと思うけどな。思うけどな。そうなの？でも、女王試験、なんかワクワクしちゃうよね。僕も、頑張ろうっと。これさ、男か女のかはっきりしてほしい。緑の守護聖、マンセル。まん。はは、張り切ってるな。マンセルは初めて本格的に力を使うんだもんな。俺も、負ける。風の守護聖、ランディ。ランディー！お？でもやー。これ、ガム噛みながら、くちゃくちゃ言いながら、これ。ギャル王じゃないですか。でもよ、新しい宇宙に行けるなんて、結構面白そうだよね。俺ちょうど、退屈してたんだ。あ、これはすごく真面目な、多分、真面目な人なんでしょうね。ゼフィル、遊びに行くんじゃないんですよ。いいですか？あ、先生か、これ。いいですか？ここいいですか？はい。いいですか？これ、テストに出ますよ。女王の存在は、宇宙にとって。たく、またルベル説教かよ。鋼の守護聖。鋼でいいんだよね。鋼の守護聖ゼフェル。あ、読めないんですけど。だったんですけどね。まあ、いつもながら素早いですね。地の守護聖ルバ。これはキャラ付けが難しい。宇宙を支え、世界を導く女王か。キャー、キャー。みんな、何みんな向きになってんだろうね。夢の守護聖オリビエ。オリビエ。オリビアを聞きながら。オリビエ、はーい。はい、いいですか？はい、いいですか？オリビエ。みんな行っちゃいましたよ。これ、行っ
ちゃったんですよ。ここ行っちゃいました。ということで、みんないいですか？ここテストに出ますよね。ちゃんとノート取ってくださいね。ということで。でさぁ、あんたはいつもと変わんないよね。あ、いいですか？は？は、いいですか？ああ、結局行かなきゃなんないわけね。でも、なんとなく面白くなりそうかな。これは何をするゲームなんでしょうか。お？何このマップ？ここは新しい、あ、ここは新しい宇宙に生まれた惑星の上空です。上試験はこの惑星で行います。そしてここがあなたたちの育てる惑星の中央の島です。それぞれの大陸の両端から人々を導き、どちらかがこの島に到達した時点で試験は終了となります。すごろくか？それぞれの大陸から一人ずつ、人々の希望をあなたたちに伝える役の大進化を選んでおきました。勝手に選んでおきましたよ。ロザリア、ここがあなたの育てる大陸です。そう、この地の呼び名を決めて、大進化に挨拶を、すごろくか？はい、リア様。この地はフェリシアと呼ぶことにします。じゃあね、モモジーナ。モモジーナになってるぞ、いつの間にか。モモジリーナにしたつもりなんだけど。どういうことだよ、モモジリーナにしたつもりなんですけどね。モモジリーナ、あなたが育てる大陸はこちらです。ふさわしい名前をつけてあげてくださいね。え？この地の名前は？ちょっと今日は一旦ここでやめましょうか。うん。長かった。これ10分にさ、まとめなきゃいけないんだから。ということで、第1回、アンジェリーク実況プレイだったわけですけども、第1回の、あれ、じゃあ全く目的が分からずということでね。まあ、頑張って目的を探すためにですね、目的をちゃんと明確にしながら、やっていきたいと思いまーす。ということで、ももじりでした。また次回もあれば、ないかもしれませんけど。じゃあね。